はい、どうも、こんにちは。いつも動画見てくださってくれてありがとうございます。タクです。はい、ということでね、今回はね、バケット作っていきたいと思います。赤ワインバケットオリーブ。作っていこうと思います。で、今回はですね、成形の時にね、ブラックオリーブのスライスを、中に入れていきたいと思います。まあ、出来上がりはね、こんな感じでね、普通のバケットとあんま変わんない感じですね。まあ、色はね、ちょっとね、赤っぽい感じになると思うんですけど。そのまま食べても美味しいっていう感じのね、バゲットになると思います。はい、というわけで早速仕込みの方からやっていきましょう。で、モルターね、水に溶かして使ってあげてください。はい、そしたらね、ここにラップをしてね、30分ぐらいね、生地休ませてあげてください。はい、というわけでね、生地休ませたんでね、ここからね、仕込みやっていきたいと思います。はい、早速ね、仕込み完了なので1箱をさせていきましょう。バケット着てね、特にしっかりパンチやってあげてください。はい、早速残り30分発酵させていきます。はい、そしたらね、1発酵あったんでね、丸めやっていきます。今回はね、分割線でこれ1個丸めていくんですけど、丸めるときはね、生地をね、こう貼らせるだけにしてあげてください。なので、いつものソフト系のパンみたいにね、しっかり丸めちゃわないように注意してあげてください。しっかり丸めるとね、中の気泡が抜けてきちゃってね、焼き上がりのね、独特のね、そのランダムな気泡が、ね、できなくなってしまいます。はい、そしたらレンチタイム取っていきましょう。そしたら最初ね、生地ね、平たく潰してもらって、で、裏にしてあげます。裏にしたら、こんな感じでね、ちょっとね、ずらして重ねてあげます。でそしたら、上から中心にかけて、折ってあげます。で、もう一回、折って閉じてあげます。で、軽く伸ばしてあげてください。そしたらね、ここからね、ちょっとだけ生地休ませてあげます。はい、そしたらね、オリーブね、今のうちに用意してあげておいてください。今回使うのはね、このブラックオリーブになりますね。でね、瓶のものとかなのね、水気ね、しっかり取ってあげてください。でそしたらね、オリーブの、ね、半分ぐらいをね、上に乗せてあげます。はい、そしたらね、上から中心まで折ります。はい、そしたら今度ね、ここの部分にね、オリーブ、残りのオリーブ乗せていきます。さあ最後ね、ここからね、ここまでね、折ってあげて、閉じ目閉じてあげてください。
最初さらに中心から外側にかけて伸ばしていきます。はい、パンマットの下みたいな、ね、両側ね、こんな感じで、ね、壁作ってあげてください。はい、そしたらこの状態で二次発酵させていきましょう。はい、そしたら、ね、二次発酵終わったんでね、最後の仕上げやっていきたいと思います。こんな感じのね、布を巻いた板でね、鉄板にね、バケットを移してあげます。そしたら最初に上にね、化粧粉かけてあげます。はい、そしたらね、クープを5本入れてあげます。で、そしたらね、最後ね、上からたっぷり霧吹きしてあげます。はい、そしたらこれで仕上げ完了なので、早速焼いていきましょう。はい、ということでね、パンの方焼き上がりました。中はね、こんな感じになっています。ちょっとね、生地の方がね、ぎっしりなんか詰まった感じになっちゃったんですけどね、オリーブがね、ちゃんとね、こんな感じで入ってます。いただきます。うん、あのね、赤ワインとね、ブラックオリーブの味がします。ブラックオリーブね、赤ワインの味が来ちゃうかなって思ったんですけどね。てかね、ブラックオリーブとね、赤ワインの味両方もね、出してね、いい感じになってます。で、絶対ね、ワインとかのつまみになると思うんでね、ぜひ皆さん作ってみてください。もしよかったら、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。次回もまた見てください。バイバイ。